ディズニーランドのアトラクション全部説明するまで帰れまってん。ハウディ、ジェスターセラです。この動画は僕が僕なりの言葉でディズニーランドのアトラクションを解説していく動画です。解説のポイントはどういうアトラクションなのか、適正な待ち時間はどれぐらいなのか、5段階評価で星がいくつのおすすめ度合いなのかの3点に絞って解説していきます。基本的に乗ったことがない人に向けての、解説動画です。お楽しみください。では今日のアトラクションはこちらになります。どうぞ。はい、今日のアトラクション紹介ですね。こちら空飛ぶダンボです。こういうアトラクションです。はいね、ダンボっていうディズニー映画があるんですけど、それに登場する、ゾウさんですね。ゾウさんの背中に乗って、空中をぐるぐる回る非常に爽快感のあるアトラクションです。見てわかる通りね、見た目よりはスピード結構あるんですよ。あれで高さも結構見た目より高さあるんで、爽快感抜群のアトラクションです。大人でももちろん楽しめます。適正な待ち時間としましては、そうですね、20分から30分ぐらいの待ち時間だったら、まあ体験してみても、即体験してみてもいいんじゃないかなと思います。はい、優先順位は星3つですかね。時間があったら乗ってみてもいいアトラクションです。はい、以上でございます。ではまた明日のアトラクション紹介でお会いいたしましょう。さよなら。